ということで今回なんですけども、あれですね、こんな感じでいろいろ飲んでます。いろいろ話しててね、なんか議題に上がっちゃったんですよ。好きとは何かっていうね。森家さんなんか言いたいことあるらしいんですけどね。どうなんですかね。よく言うわ。あのですね、先ほど大先輩のさんから好きってトラさん。テイク2。はいテイク2。はいテイク2。あれで P 入るんで P 入るんで。P 入る。マネージャーだから。はい、あのですね、先ほど大先輩のトラさんが先輩、ね、滑舌が道端の間違いって言いますけれども、はい、トラさんがいきなりですよ、好きって理屈じゃないよって言って、はい、いや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 、え、その理屈とはトラさんの理屈って何ぞやと思って今からちょっと聞いてみたいと思います。はい、はい、いやまあね、とりあえず好きって俺は理屈じゃないと思うんですよ。ってことをね、言いたい。どんなことがあってもやっぱり理屈じゃない時ってあると思うんですよ。ってことを言ったらですね、なんと、ここのですね、3人ぐらいが反応してきまして、いろいろね、反対意見を聞いていきたいと思います。第1は？第1。第1誰ですか？第1誰ですか？ブーメラン結局やつらしいブーメラン。いや理屈とかもそういうもんじゃなくて、なんだろうな、そう好き、まあ、お互いの信頼関係とかもいろいろあるし、まあそれは容姿が好きとか中身が好きとか、あれこれ彼女見るぞこれね、あると思うんですけどまあなんだろう、お互いやっぱ結局こういうふうにじゃん、お互いに尊敬できる関係っていうのが俺の中では一番しっくりくるかなって。尊敬、いや結局なんで結局、それはダメ。YouTube の規定に合わせる。俳優、まあ男優もいますけれどもね。シミケン男優がいる。シミケン男優。まあそんな感じですと、じゃあ続いてはまあやっぱりあれヨッツさん。ここのヨッツさんがあるらしいんですよ。はい、長いからね。はい、長い時あるっすよ。いろいろね聞いていきたいと思います。やめだやめだ、映せないよこれは。ヨッツさんお願いしますよ、そこね、なんかね、映せないほどの、映せないですよ、映せないほどの映せないほどの輝きを持っている大パイセンのヨッツ先輩、輝いて有名なここぞとばかりのできる男の、お前後で飛んでくるえ、何が、お前これ炎上させんだよ俺の脚本が薄い、脚本が薄い続きまして続きましてね、一つ言っておきたいのは、この格好別にラファエルじゃないんで、さっきラファエルが言ってるやついたんですけど面白くないぞ、面白くないぞ、面白くないぞ。でもね、まあ、コメント欄ね、随時募集してるんで、好きとは何かっていうねコメントいただけたら、それで結局人任せかーい。沼俺聞きたいんだよね。じゃあ沼さんお願いします。まだ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 続いてますよ。さっき案内したよちゃもとは思っといて、沼さんの好きとは何か。いや不倫でしょ。不倫だなそれはやばくない。でも好きか、好きって言えたら、ね、好きなの好きじゃないよえ、ちょっと待って、いろいろピン入るけど大丈夫これワンチャンある。え、まあそんな感じでね、今回の回いろいろ楽しく盛り上がってますね。実は本題はこの方のね誕生日パーティーもかなりだったんですけどね、はい、まあ、ということでね、今回の、ね、動画はね、誕生日兼忘年会プラスちょっと卑猥な話ってことでね好きな話終わりたいと思います。あるとし